これかい？あなたへのプレゼントだよ。開けてごらん。気に入った？少し前にオーダーメイドを請け負ってくれる靴職人と知り合ってね。せっかくだからお願いしてみたんだ。実は設計図を見せてもらった時からきっとあなたに似合うだろうなと思っていてね。手伝ってあげるから試してみようか。大きさはどう？きつくないかい？ならよかった。ところで最近は疲れてないかい？大したことじゃないよ。ただ少しだけ足がむくんでいるように見えたから。いいかい？仕事がいくら忙しくても休みをおろそかにしてはいけないよ。僕が軽くマッサージしてあげようか。うん、そのまましばらくじっとしてて。もしかしたら手が冷たいかもしれないから、その時は遠慮せずに言ってね。ん？少し力を入れすぎたかい？それじゃもう少し優しくするね。楽になった？ならよかった。時間を空けてもう一度マッサージをすればきっと元に戻ると思うよ。そうだね。靴を試すのは明日にしようか。今ハイヒールを履いたら足への負担も大きいだろうから、症状が収まってからにしよう。それにもう寝る時間だから、このまま向こうまで連れてってあげるね。いいよ、今日はずっとそばにいてあげる。急にすごい雨だね。今日は泊まっていったら？うん、それじゃああなたのパジャマを用意しておくね。すまない、前に使っていたやつはちょうどクリーニングに出していたみたいだ。悪いけどこの中から好きに選んでくれるかい？このシャツ？でも寝るのにこれは邪魔になると思うけど。ふん、分かったよ。あなたがそれでいいならどうぞ。もう着替えを。少し短すぎないかい？足もちゃんと隠しておかないと、後で冷えると思うけど。他にも何着か持ってくるからここで待ってて。いや別に変というわけではないよ。ただあなたのそんな姿を見られるとは思っていなかったから。むしろとても美しいよ。目をそらすのが惜しいくらいだ。それこそ思わず近づきたいと思ってしまうくらいにね。どうやらあなたは僕を引きつける術をよく知っているようだ。カレーシャツ？ネットで知って一度試してみたかった。そうだったんだね、この新しいスタイル。僕も気に入ったよ。別に着替えなくてもいいよ。僕のサイズなら何を着てもどうせ同じだと思うし。だからもう少しだけ今のあなたを僕に見せて。